はい、皆さん、毎度毎度。はい、最近ね、カットね、なるべくしっかり乾かして、なるべく内巻きもしっかり作ってからカットするようにしてね。で、今まで切りやすい左側から切ってったけど、右側からカットしたらどうかなと思って、右側からちょっと切ってみたんだよね。左側からカットしてくる人って大体右下がりで斜めに切ってんでしょ。それはそれでいいんだけどね。もちろん後で直すってことを前提にね。それ気がついてりゃいいんだけど、気がついてねえやつもいるからね、中にはね。で、自分でね、斜め右下がりにボブをカットしてる方、背中ぐらいの長さだよね。それ気づいてない人っていうのは、こうやって聞いても何にも考えてない。カットの理論とか技術ばっかり見てて、ビシッとシェイプしてパシッと切るんだって。これね、右手でコームを持って溶かしたとき、右肘が下がるんだよね。だからコームが右下がりになってんだよね。これ気がつかないと永遠に気づかない。綺麗に溶かしてね、ピシッとね、揃えて、これ以上まっすぐ切れねえっていうぐらい真面目に切ってるから、気づかないっていうか、考えてないんだよね、右下がりになってるって。人に言われないとわからないっていうの？でね、そこで人に言われて直していけば治るんだよ、簡単にね。でも言われないで、そのまま30歳ぐらいの若先生なんか平気で斜めに切ってる方もいるよね。皆さんのカットはどうなんだろうね。斜めに切ってる人なんか最後にね、斜めに切ってると思ってないから、チェックもしないよね、後ろ姿をね。だからここまで言って、やっとチェックして気がつけばいいけどね、本当にね、気がつかないっていうの？そういう方って本当にね、自分がカットうまいから、ボブうまいからと思ってるから、気がつかないんだよ。本当にね、これちょっと面白い現象だよね。本当に皆さん自分のカットどうなってるかね、よく見た方がいい。見る人はうまいんだよ。見る人はまっすぐ切れてるね。自分はカットね、まず一発目まとめ切りしちゃってんだよね。なんでまとめ切りしちゃうのっつったら、ほら、長さの間隔がわかりやすいからね。で、こちらね、若い方じゃない、お姉様だからね、髪の量もそんなに多くないんだよね。髪の量がそんなに多くないから、まとめ切りね、チョップカットでちょんちょんちょんといけるけどね、これ若い方、20代の方で髪の毛が太くて多くて硬い方ね、こうなるともうブランドカット絶対できないからね、ドライカットでね、一発まとめ切りっつうのはね。だけど若い時思い出すと、当時は6インチのシザーでやっぱまとめ切りしてたよね、若い方でも何でもね。しかも当時はチョップカットっていうのがあんまりなかったような気がするんだよね。だからブランと引き切りで、とにかく力入れて切ってたような気するよね。引き切りでね、ブランと細かくなんか切ってたような記憶すんな。とにかくね、若い時は忙しくてね。ほんで、下からこうやってブロッキング分けてさ、下から切り上がってってさ、で、最後に長さどうですか？長いですって言われちゃったら、もう一回切り直しになるからね。だったらもう最初にね、大まか決めちまえと。で、ちょっと長いぐらいだったら、こうやって内側をね、調整していくっていうのは、長い無駄毛切ったりして、で、今だったら毛先すいたりするからね。そうすると、ちょっと長いぐらいだったら、だいたい短くなっちゃうからね。で、こちらのお姉さん、あまりね、セニングで好かないんだよね。意外とね、まっすぐ系の髪の毛なんだよ。で、若い時15年ぐらい前に一回シャギ入れたことあるんだよね。したらね、やたらとね、潰れるっつうの？で、潰れるんだけど、洗った直後は別に問題ないんだよね。で、次の日になると潰れてるっつうの、ペシャーっと。なんかね、すごく変だったんだよね。で、それからシャギあまり入れなくなったんだよね。で、ワンレン系なんだよ。で、下にレイヤーも入れなかったんだよね。だけど最近はもう後ろの切り方、バックだね、グラデーションボブみたくしねえと、なんか、丸くなんねえんだよね。それこそね、ただ分厚い切りっぱなしっつうの？本当にもう、わかめちゃんカットの切りっぱなし、襟足は出てないけどね。だから、今までこんなカットしてんだけど、で、こういうなんか髪質の方って、シャンプーして、ふわっとさせた状態で切ると、ダメな気がすんね。で、ご来店した時のヘアスタイルの状態でね、こちらの方ね、1日おきに洗うのかな。で、毎日洗うとなんか調子悪いみたいなんだよ。やっぱ洗った直後ちょっとふわっとするとか、ボリュームが出すぎちゃうのかな、この髪質の割に。ボリュームが出にくい髪なんだけど、なんかモサッとするっつうの、一応は。で、それが嫌で、やっぱり1日おきに洗うのがちょうどいいみてえで。1日洗わないとちょっとしなっとしてくんじゃない？それが好きみたいなのかな。で、その状態で、セニング入れすぎると潰れすぎちゃうんだよね。これね、
また次回来た時よく考えよう。まあ、今現在分かってるのは、後ろに関して、バックに関してはね、毛先すいて、グラデーションボブが良いと。で、今まではあまりサイドすかなかったんだけど、やっぱサイドすくと調子悪いみたいなんで、でもレイヤーは入れた方がいいのかなと今思ってきたね。で、最近皆さんマスクするからね。ちょっと横の長さとか重さに対してなんか変わってきてんのよ。そういうのもひっくるめて、まあ次回来た時考えましょう。まあそれしか言えないよね。まあ今おっさん後ろ空いてるけどね、なんか空いてる割には後ろ分厚いんじゃねとみんな思うかもしんないけど、これね、次の日になると意外とね、しんなり潰れてボリュームがなくなってんだよね。それはもう美容師がわからないっつうの。だから自分もよくわかんねえんだよ。だけど今までご来店した時の状態を見て、まあ、この程度かなと予想して切ってんだけどね。まあ、一番いいのはね、来た状態、ご来店した時の状態、1日半洗わなかった状態で様子見てカットしたのが一番いいんだけどね。たまに忙しい時はそうやって切っちゃうんだけどね。で、ヘアマニキュアして、まあ、シャンプーして帰るんだけどね。今、サイドもちょっとすいてたね、毛先ね。やっぱり髪の毛をさ、耳にかけたりすると、耳の後ろが分厚くなるんだよね。で、やっぱりね、ちょっとスイートがないと、馴染みが悪いっつの。あとは前髪切るのかな、これから。まあ、前髪は、まあ、言われた長さに切って、ご自分で切ってたっていうから、まあ、揃えるくらいだね。一旦揃えるくらいに切って、顔色伺って、もう一回切り直しだね。で、今回こちらのお客様はいつも2、3センチ切るんだけど、揃えるくらい全体の長さ1センチぐらいしか切んなかったね。だいぶ短時間で終わってるね。ちょっとね、特別な例だね。こういうカットばっかりじゃないからね、もっと時間かかる方も多いからね。まあみんながみんなね、こういうカットで終わるとね、簡単だけどね、ちょっと特別な例だね。まあ、前髪もね、とりあえず挨拶代わりにちょっと切って顔色うかがうようだね。まあ、できる限りね、体力を温存するようにね、疲れないように切ってるつもり。で、やっぱりさ、前髪もね、右半分切ったら移動して、左半分切ったら移動してってやるけど、これ。まっすぐ前から左右両方とも切った方がやっぱり楽だよね、動かないでね。まあでもね、やっぱ右の端っこ、左の端っこってあるからね、その端切るときやっぱり移動した方がいいよね。だけどそれ移動しないで切れたらいいよね。やっぱ移動してる時間ってね、やっぱり何秒かだけど、無駄って言えば無駄だしね。まあその移動してる時間、呼吸を整えたり、まあ、疲れた脳を若干リフレッシュするっつうの、深呼吸かなんかしてね、まあ、そういうの必要かもしんないけど、でも今みたいに移動してきたけど、ないけやないで楽だよね。最初からもっと右側切っとけ、きっちり決まってから左側行けってね、なんか言いたくなるよね。まあ、今の状況はね、長さ的にはちょうどいいんだけど、すぐ伸びちゃうからもうちょっと切ってってね。さっき最後に右側切り終わったんだから、右側のとこでとどまってて、右側から切りゃ移動しなくて済むだろうみたいにね。ほんで今左側切ってんじゃない？左側切り終わってからまた右側行くんだろう。これ時間の無駄だよね、この微妙な時間の無駄。こういうのをね、ちょっとずつ取っていかないとね、もう他に詰めるようところがないよね。カットなんか早くできないからね。やっぱりね、時間がかかればかかるほどね、脳疲労を起こすかね、美容師もね。やっぱり短時間で終わった方が疲れないよね。あと、この前髪カットも切りやすいからという理由でさ、まっすぐさ、床と平行に引っ張り出して切るじゃない？これどうかなって最近思ってんだよ。やっぱり正確な長さ切ろうと思ったら、落ちたあそこの、まあ、切りづらいよね。眉毛の上で切るじゃないけどね。はい、これ今ね、ブローして内巻きにしてるつもりだけども、最初にブローしちゃってんだよね、ちゃんとね、内巻きにね。だから今やってんのは毛くずを落とすぐらい。
まあ、大したブローをしてるわけじゃないんだよね。で、今これブロー終わってからもう一回表面のレイヤー調整するんだけど、そんならブローする前にやれよと。これやっぱりね、道具持ち帰るとね、でまた一回こう置いてからハサミ持つでしょ。このね、わずかなこれがね、意外と疲れんだよね。不思議なもんで。これね、若い人はあんまり感じないかもしれないね。もうパッ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 さっさっさっさとなんか動かねえと仕事した気がしねえっつうの？でもね、我々の年齢になるとね、このわずかなことがね、疲れるんだよ。だから若い人がね、我々のカットを見たら、もっとパッサッサッと動けよって思うかもしれないよね。だけど我々から見たらね、若い人はちょっと動きすぎ。なんでそんな疲れんの？みたいに。あとこれ微妙に表面のね、馴染みよくするためにレイヤー、こうやって真上に持ち上げるとさ、何本でもないんだよね。やっぱりレイヤーの長い部分がさ、不揃いに伸びてんだよね。それをちょっと落としちゃう。まあ落とすったって最大15ミリぐらい、まあ1センチぐらいとかね。で、後ろに関してはもうこれボブの丸さを出すために微調整。でもこれもね、次の日になるとどうなってっかってわかんないよね。で、こちらはね、まあお姉さんだからね、本当に毛先がね、意外と本数少ないんだよ。天然シャギ入っちゃって。で、若い人でこういう風に切ると、板板を持ち上げて持った時ね、ブランドカットのラインが出てきちゃうんだよね。だそのラインは、チョップカットで消すか、シセリングで消すか、まあお好みだよね。消さない場合もいいかもし、あるかもしれないしね。また最後にね、ブローして毛くず落としてるっつうの、なんかね、二度手間だよね。こういうの注意してないとね、カットって早く終わんないよね。皆さんどう思う？ まあ好きに切っていいんだけどさ、まあなるべく疲れないで早く終わらしたいわ。おじさんの願いだね。はい、お疲れ様でした。